甲府城甲府城は、山梨県甲府市にあった、日本の城である。別名、舞鶴城城。国の史跡に指定されている。甲府城の越えず、落田田道年六代百七十三巻あたご山より、眺めた甲府城石天正十一年、一条小山に、徳川家康の命で築城された。甲府盆地北部、現在の甲府市中心街の一条小山に、 築城された中世から近世にかけての平山城である。海の国では、戦国期から甲府が政治的中心地となり、筒子ヶ崎間を中心とする武田城下町が造成されたが、武田氏滅亡後に海を領した徳川氏や、豊臣家大名が海を支配し、甲府城を築城して新たに甲府城下町が整備された。豊臣政権では、 徳川家康を建成する要所、江戸時代では、将軍家に最も近い審判の城となった。天守台はあるが天守が建てられていたかは不明である。江戸時代には、初期の幕府直轄領時代から、甲府藩時代、享保年間に、再び直轄領とされた甲府金盤時代を通じて、当地の拠点となる。明治時代。 1873年の廃城処分となった以降にも甲府は政治的、経済的中心地として機能し、甲府上は県庁主導の食産工業政策において建物などの破却が行われ、内堀が埋め立てられて、官業施設化される。さらに中央線の開通と甲府駅の開業により上跡は分断されたが、戦後には城跡の発掘調査や、 史跡の整備が進み、現在は、本丸、天守狂および天守台、稲荷狂和、単屋狂和の石垣、堀の一部が残り、竹出し巨漢とともに、甲府駅周辺の観光地となっている。また、出土遺物のうち、シャチ瓦と飾り瓦は、県指定文化財。甲府城が築城された一条小山は、甲斐の国山梨郡板垣号にあたり、平安時代後期には、 海、源氏の一族である海一条氏が漁師、一条、忠頼の館があったという。忠頼の死後、館は、夫人がその菩提を弔うために開いた天寺となり、鎌倉時代には、自修道場の一連寺となる。戦国時代には守護武田氏、武田信虎記に、甲府が改装され、筒子ヶ崎間を中心とする、武田城下町が整備される。 一条小山は、武田城下町の南端に位置している。武田氏は、信虎、春の武器に、戦国大名化し品野、駿河、西上野へと、両国拡大を行い、甲府、筒子ヶ崎間は、勝頼期たるまで、両国経営の中心であった。勝頼期には、盆地西部の穴山号に新府城が築城され、府中の移転が試みられたが、天正10年3月に、 織田、徳川連合軍の進攻による武田氏の滅亡で、途上に終わった。武田氏滅亡後の開始沖において、海一国と品の諏訪軍は、織田家臣の川尻秀隆が漁師、秀隆は、岩く母官を本拠とした。同年6月に、本能寺の変により秀隆は、一期勢に殺害され、無視状態となった海、武田領をめぐる天正人後の乱が発生する。 天正神語の乱において、会話、三河国の徳川家康と相模国の御北上氏が、争い、家康は、甲府城下の御子とで寺、一条、信達屋敷に布陣して、やがて新婦城へ移り北上氏と対峙した。同年には、徳川、北上同盟が成立し、武田領の内会、駿河は、 徳川家康が漁師、家康は五カ国を漁師東国において台頭する。家康は、天正十二年の小牧、長久手の戦いを経て、豊臣政権に侵入し、天正神後の乱後に残された、上野国の沼田領問題において、豊臣政権と、御法上氏との関係が緊張すると、御法上氏の両国と接する会においても、政治情勢が、緊迫化する。 なお、天正神母の乱においては御法上氏は軍内領を制圧し、秩父王冠沿いの清井寺城を本拠とする大村党が法上方に帰属する事態が発生した。家康は天正17年にはこの清井寺城の大集築を命じている。天正18年の小田原合戦により御法上氏は滅亡し、家康は旧御法上領国の関東へ移法される。 会は、豊臣大名に与えられ、豊臣大名時代には、甲府城の築城が本格化している。家康は、甲府、筒子ヶ崎間を会における支配的拠点としていたが、1583年には、家臣の平井は近吉に命じて一条小山の縄張りを行い、甲府城の築城を起としたと言われる。甲府城の追記主を徳川家康とする説は、 古くからあり、江戸後期に編纂された、海の国史では、追記主を、家康、年代を、天正13年としている。昭和戦後期には1969年に、甲府上総合調査報告書が、追記主を、家康、年代を、天正11年としている。追記主を、家康、年代を、天正10年13年とする説の根拠となる。 資料には、年味匠徳川家部御人連書状を移し、共法年間の、海の国歴大夫、あたごや魔法増院、海の国史仏寺部があるが、いずれも家康による築城を確定する資料でなく、この時期に、海の国内において、大規模な動員がかけられた形跡もないことが、指摘される。天正十一年追記説の根拠となる、年味匠正月十七日付。 平岩近吉宛所城において、家康は、家臣の平岩に対して一条小山における、築城の準備を命じており、石垣石の技術を持つ、職人衆の派遣を行っている。石垣積もるは、あのお石とも呼ばれる、西国系の技術で、織田信長が天正四年の安土城追記において、本格的に使用し、豊臣秀吉に引き継がれたという。 戦国期の会や武田両国、家康の領下、東国語各国には存在せず、甲府城において初めて用いられている。現在の甲府城の石垣以降は、技術的な中断の形跡がなく、同一の技術水準によるものであることが指摘され、豊臣大名時代の築造と考えられている。これらの石垣席の導入時期や、会、家康をめぐる、 政治情勢から、平山優は、甲府城追記に関わる年未章、家康文書の年代否定は、天正11年ではなく、小田原合戦、家康の関東天保を控えた、天正17年頃である可能性が指摘を指摘し、家康は、甲府城の築城を起としていたが実現されず、甲府城の築城は、豊臣大名時代になされたと評価している。 柳沢義安肖像が交付し、一連寺所蔵交付場の築城は、豊臣大名時代に本格化している。豊臣秀勝は、天正18年7月に会を廃慮するが、翌天正19年2月には、美濃へ転覆されているため、在国期間が短く、秀勝時代の交付場追記に関する資料は、 天正18年8月3日付、橋場秀勝国印状をつしのみが知られている。秀勝の次に会を配慮した、加藤光安時代には、天正19年10月19日付、加藤光安国印状や、年未正正月14日付、加藤光安書状などの資料が見られ、蕎麦港に動員をかけ甲府城築城を行っており、木内の電車の建設も開始されている。 三安時代に甲府城の築城は、本丸、天守ぐるは稲荷ぐるわ、屋形ぐなど中心部分が竣工されていたと考えられている。時代の朝の長政、吉長時代にも追記は継続されているが、この頃には、秀吉の朝鮮出兵が行われ、甲府城の築城は困難に差し掛かっており、甲では、農民の調産も発生している。 三津朝浅野市時代には一条小山の一連寺をはじめ、寺社の移転も行われている。江戸時代には、甲府藩が設置される。宝永元年には、甲府藩主、徳川綱とが、将軍、綱吉の後継者になると、綱吉の側用人であった、柳沢義康は、甲位、駿河両国に15万1200国余りの所領と、甲府城を与えられる。 翌年4月には、駿河国の治行地が変えられ、海国国中三軍を支配した。吉安は、大老閣の立場であったため海を訪れることは、なかったが、過労の矢蓋重盛に対して、甲府城と城下町の整備のほか、海の国内の建地や、用水路の整備、公衆金の一種である、新興金の鋳造などを支持している。 甲府城の整備では新たに花畑ぐるわを設置し、楽屋ぐるわや屋形ぐるわには御殿を建設した。こうした柳沢市時代の甲府城下の繁栄を、かと岩雑記では、胸に、胸、門に門を並べ、作り並べしありさまは、ぜぞ、甲府の花盛りと記している。ふに十六景海の夢、山浦、富士甲府城の稲荷櫓が描かれている幕末の、 甲府城代舞鶴城公園の入り口明治初期には、県令、藤村志郎の元甲府城閣内の建物の多くが撤去され、1876年には、谷屋ぐるわに、官業試験場が設置された。1880年3月には、明治天皇の山梨県巡行が実施され、明治天皇は、甲州街道を進み6月17日に、 山梨県入りすると、6月19日には、甲府へ到着した。明治天皇は6月20日に、甲府城跡に存在した、官行政史上を視察すると、天守台を臨行している。1938年3月には、明治天皇の天守台臨行を記念し、天守台跡に、明治天皇後島臨の市が建設された。2006年4月6日、 日本百名城に選定された。その他甲府商工会議所などにより2004年から光のピュシスと称し、陶器の間一体をイルミネーションで飾られてきたが、県や市からの補助が打ち切られるなどのため2007年をもって終了した。平成25年、鉄門の復元が完了し公開された。甲府城周辺の空中写真1975年。 甲府城は内堀、二の堀、三の堀で、各領域が構成され、それぞれ内上部分、内角部分、町人地を威嚇している。内上部分には、天守台や本丸、食流話が存在し、北側に、山手門、南側には、追手門、西側には、流門が存在しで入り口となっている。二の堀は、武家地の内角部分を囲み、 甲府近板薬宅や銀板氏の屋敷、年具米を集積する米蔵や、お花畑、薬園、学問所である、起点館などの諸施設がある。三の堀は、町人地で、北側の古府中と南東の新府中で構成される。稲荷栗の西側には、小石、火薬を貯蔵する、炎症像が所在していた。発掘調査によれば、甲府城跡の炎症像は、 地表から1.8メートル程度地下の底部に石を敷き詰め建物の基礎としていた。17世紀前半の甲府城並近辺の絵図ではこの地域は空白地となっているが、楽ただ道と白くによれば柳沢市時代には所在していたことが記され、17世紀後半から18世紀初頭期に築造された施設であると考えられている。明治時代に撮影された 甲府城の古写真にも炎症像の建物が写っている。大手門甲府城南側に位置する。古写真が発見されている。内外に番書があった。左折れのマス型。橋は、義母子高蘭付きの太鼓橋。山手門甲府城北側に位置する。復元されている。右折れのマス型。番書があった。橋は、義母子高蘭付きの太鼓橋。 龍門甲府城西側に位置する。食い違い形式。内部に番所。橋は、義母子高蘭付きの太鼓橋。本丸矢倉本丸天守台付近にあった。四五軒、古写真が発見されている。二重倉、二階に、千鳥ハフ。月見矢倉二の丸南西部にあった矢倉、三重矢倉、西面二階に、千鳥ハフがあった。 スキアヤグラスキアグルは南東にあった。当初は、ミエヤグラであったが、後二重ヤグラに改変された。二重ヤグラ古写真が発見されている。二階に、千鳥ハフ。別名タツミヤグラ。稲荷、ヤグラ稲荷クルは北東にあった。復元されている。古写真が発見されている。二重ヤグラ二階に、千鳥ハフ。別名ウシトラヤグラ。 清水矢倉清水グルは北西にあった。二重矢倉二階に、千鳥波フ別名犬矢倉太鼓倉流門内にあった。正老であったと思われる。八方正面矢倉旧機に台所暮れは南東にあったとあるが、詳細は不明。道門本丸大手門にあたる。創建当初は矢倉門であったと考えられる。鉄門本丸絡め手門にあたる。 ヤグラ門。復元されている。松井門内門、戸門からなる。復元されている。薬ク門。天守穴倉門天守穴倉入り口の門。薬ク門。山の井門松昭院門の奥、二の丸入り口にあった。薬ク門。中直切門流門奥にあった。ヤク門。屋形門屋形車入り口にあった。ヤ倉ラ門であった可能性がある。 館浦門館来るわ西にあった薬衣門楽屋来るわ門楽屋来るわ書院の表門長屋門楽屋来るわ裏門楽屋来るわ書院の裏門薬衣門坂下門台所来るわ入口にあった薬衣門台所門坂下門奥にあった薬衣門梅林門稲荷局は西にあった薬衣門竹林門山手門南にあった 薬井門。稲荷門稲荷狂は南西部にあった。薬井門。復元されている。スキア門表門、裏門からなる。表門は、スキア狂は南、裏門は、スキア局は西にあった。タ単屋門単屋狂は入り口の門。薬井門。復元されている。別名つ四津和市門。微車門堂は、柳沢市時代に、本丸に所在していた、建造物。 2014年には、甲府市元高屋町の新御衆寺院か光院の大使堂が、美写門堂を移築したものであると確認された。甲府城建物の内現存する唯一のものとして注目されている。廃城解体後は、中央本線の開通により分断され、その後も石垣以外はほとんど、手付け数の状態だったが、戦後は、 史跡整備のための舞鶴城公園整備事業に先立って1992年から山梨県埋蔵文化財センターや県教育委員会土木部などによる発掘調査が行われ甲府城石総合学術調査団が組織されて総合的な調査が行われており復元整備が開始されたこれまでにいくつかの車や門の整備が行われ2003年に 稲荷櫓が2007年には分断された北側の山手渡り櫓門が復元された。稲荷櫓丹や狂わ門内松陰門山手五門、山手門は本丸北側に位置する。遺構は残っておらず、現存する絵図や明治時代の測量図、小写真などから低い石垣の上に土塀を設けた追ってます型の塀を持つ高麗門の形式をとっていたものと見られる。 鉄門甲府城鉄門は、本丸南側に位置する。左右に石垣を有した二階建ての矢倉門。創建当初は、難門と呼称され、楽ただ道と白く方営2年上によれば、柳沢市時代に解消され、鉄門と呼ばれるようになった。鉄門の創建に関しては不明であるが、初期録や絵図から、文録、慶長年間の追記記から、 江戸初期にかけてと推定されている。改修に関しては、南アルプス市在家塚の年味章、在家塚村河原資料によれば、河原の吹き替えに関する記録があるのみ、1876年頃に解体され、消失した。鉄門塗装の周辺地域では1993年1997年に、 発掘調査が実施され、露出していた9カ所の安山岩製の礎石や、天守愚和へ続く石段の移行が確認された。異物としては、河原類があるが、本丸内のものが含まれている、可能性が指摘される。舞鶴城公園整備事業において2004年度には、稲荷櫓の復元が完成し、次の整備計画として、鉄門と道門の復元が検討された。 2010年には、鉄門の復元が決定され、甲府城跡ヤグラ門復元検討委員会が、組織された。両側の石垣の状態は、良好と評価され、解体修理は行われず補修工事のみが行われた。復元に際しては、文献資料や絵図、小写真などの関連資料の調査が行われ、江戸初期の姿を念頭にした復元を行う方針となる。 復元工事、石垣の補修は基本的に伝統工法に基づいて行われたが構造計算上必要とされた補強材は取り入れられた。建材は国産材を用いて復元が行われ2013年度に完成。天守大天守の存在に関しては市街地活性化の観点からも多方面で強い注目度があり、 整備事業においては復元も希望されている。特に文献資料においては、法営3年に開国を訪れた、お牛ソライが、海中機構において、甲府城天守は存在しなかったとする証言を残しており、総合学術調査団などの見解では、天守の存在に関しては、否定的であったが、萩原三浦考古学方面では出土した、金箔瓦やシャチ瓦などは、 各地で天守を持つ城郭を築造していると用とみ系、大名特有のもので、近世外の地性的条件からも一時的ではあるが、天守が存在していた可能性を指摘している。一方、文献資料においては、現在に至るまで、復元の手がかりとなる絵図や古文書などは確認されて、おらず、民間に向けても検証金をかけており、資料の創作が続けられている。 2008年には、文献史学、考古両面の調査委員会により発掘調査で、シャチガワラなどが出土したことや、新出絵図類の検討から、新たな門の存在や松本城に匹敵する天守の可能性のある、近世初期の高層建築以降の存在が指摘されている。一方で、調査委員会の報告書においては、天守の存否に関しては、文献、考古両面からも、 確定的な判断を下せる資料を見出せないことから、復元、心臓論に関しては、否定的見解を示している。このように有識者の間でも見解は統一されて、いないが、天守閣など、交付上復元、整備推進会議は2014年の4月から9月まで、天守再建などを推進する署名活動を行った。2015年より、外部有識者からなる、 交付上席総合調査検討委員会が発足し、後藤人知,知事も選挙公約で復元について言及しているが、2017年3月27日に、山梨県教育委員会が2年間かけて調査した、結果でも存在を示す直接的な資料は見当たらないとなった。山梨県庁舎防災新館の工事中に内堀の石垣が出土され、この石垣は、 道館地下1階で遺構を復元して展示されている。木山館は、甲府城内、稲荷車に所在した、公海道施設。木山は、武田信玄の道号に由来する。本丸を挟んで対角線上の西側には二の丸に、築造されていた甲府中学校が所在している。二階建てルネサンス風の洋館で、付近には、東屋も存在した。 1905年5月に赴任した山梨県知事、武田千代三郎により推進された建築で、1906年9月に落成。同年10月1日の山梨県主催、一府九県連合共振会において、高級的な公会堂として起訴され、市町村、民間有志から4万円の出資を得て建築される。共振会では、第一会場として使用される。 1912年には、皇太子義人7月30日に即位して、大正天皇が最後の地方行行として山梨行行を行う。皇太子義人の山梨行行は上京した知事熊谷喜一郎が内事を受け、3月23日に正式に通知された。 行行準備として、木山館はご宿泊所として使用されることが決定し、若尾財閥の二代当主若尾民作りが出資して、改修した。なお、予備の宿舎として甲府八日町の若尾銀行が当てられている。皇太子吉人の行行は、同年3月27日から同年4月4日の日程で実施され、初日の3月27日に臨時列車で、 甲府駅に午後4時15分に到着すると、そのまま、木山館へ宿泊した。皇太子の山梨行刑では、数多くの行刑写真が残されており、木山館や甲府中学校前景を写したものがあり、木山館に関しては、建物の衣装やあずま屋の存在を示した、画像資料として注目されている。木山館は1917年に正式に、山梨県の所有となるが、 1938年に火災で消失した。甲府城天守台から南、西方向へのパノラマ写真。三坂山地、赤石山脈などがよく見える。2014年3月11日撮影。甲府城天守台から北、東方向へのパノラマ写真。甲府駅、奥秩父山海方面。2014年3月11日撮影。 所在地交通、ありがとうございます。